先日近所の粗大ゴミの日に近所から母が拾ってきたこのバーベキュー用のこれを拾ってきたので、初めてですけどバーベキューに挑戦したいみたいと思います。とりあえず100均で買ってみたと思います。カレー葉を下に敷く。下に敷く。そして炭を入れる。取ってるの今も。これはまだ、ね。お母さんの声が入ってるけ。炭がこんなにつくと知らず素手でしてたので軍手をします、うん、炭を入れて、うん、これぐらい、あんまりいらんのか、これやっぱ1000ぐらいかな、これで、あれ着火剤を一番下に、着火剤につけて、新聞紙ちょうだい、なんか煙が出てきたね。見てる、つかない、ちょっと待って、つかないです、つかないです、全然わっ、
難しい。痛い痛い、目が痛い。髪が燃えただけだよ、これ。着火剤中に。屋根みたいにしちゃったよ、着火剤を。屋根みたいに。立てかけちゃった。炭に火をつけるまでが難しい。これ、煙、大丈夫か。ようやく火がつき出しました。近しないよ、はい、いい、待って、私が継ぐ、はい、じゃあ乾杯。ちょっとふさふさ取って2個はよやか。ふさふさにこの前は剥げちゃった。初めての肉。何から焼こう。まずはこれから。お肉、お肉。これ油いいのかな。このままでいいのかな。いや、まず構成、そあ、まあ、寒くなるやつ。ほんとだ、暗くなる。もう、ランタンとか何もいらないね、これいい、うん、よかったね、ここが影、影で食べるお先に、うん、私も一番最後にも一番おいしいと、おいしい時に玉ねぎも焼けるかな、焼ける、お、焼けてきてる、ちょっと感動でなんだけど、弱いんじゃない、まだえ火力は弱いんじゃない、うん、あ、でもいいかも、今から強くなるのかな、感動、肉が焼けた。炭を起こすのって大変なんだね、しようかな、焼けるかな、ちょっと泡、ちょっと行ってくれるとこれ、うん、ちょっと分厚いけど、まあ、まだかな、うん、焼ける、うん、焼けてきた、入座する、いいかな、牛先に焼ける、うん、いいかなこれ、うん、食べる、
ちょっと待ってよ。のりパパが毒味をします。毒味を。これを初のお肉を。あ、ちょっと分厚かったね、本当。うん。多分赤いかもな。いただきます。はい。硬い。うん。いや。スーパーの肉だから。あ、焼けてる？美味しい。うん、はい。どうせ笑って。庭でしたのって私は小さい時、うん、このまだこの縁側がない時できてからもあるんじゃないここで、うん、ここで焼肉したことあるんだって、うん、どこでここ百貨でしょここもあるって百貨でこれちょっと100均だと思うんだから待ってよまっちゃんもはいお肉食べてみてまっちゃんも登場したまっちゃんも焼けてるあ一口で食べた真ん中をちまあいいや美味しい美味しい帽子でもかぶってたまっちゃんちょっとあれ何衣装直しをしてきますさよなら、さよなら。もう取ったんでしょ。はい。続きまして、私も食べようか。肉はいっぱいあるから。肉よりお酒がある。どこにこれね、イオン。惜しい。ちょっと硬かった。うん。多分5時半ちょっと待ってまっちゃんがお色直しお色直ししてきましたかわいいかわいい背中を隠さないマスクまで行ってたらねここお父さんもニット帽を持っていこうかお父さん隠さんでその味のままがいいよ寒くない私がおもてなししなきゃちょっとお父さんこれ食べてみてお父さんにニット帽がねいやいやちょっとだけいいっていいってどんな感じかな、うん、いいってさて今洗濯物もほら匂いがあったかいでしょほら見て見て見てお母さんやよお父さん似合う似合う、うん、これあったかいでしょなんか貝動いてるみたいだねここねえやろお茶いいよ似合うよ、うん、ちょっと私肉一個食べようかな、うん焼けてきたよ。ね、本当なんか焦げてきた。ウインナーをちょうだい。美味しそう。焦げたウインナー。ちょっと。
キャベツは硬い。ミルクが柔らかかったよ。これ何じゃん。だからまだちょっと熱いうちにほら夕日が洗えば綺麗に取れば。今日も夕日が沈みました。よし、今度はちょっとこっちから取っとこうかな。みんなが映るから。柔らかいでしょ。ここは子供持ってや、うん、もう出てるけどね。専門学校に行って、もうちょっといただいたもん。私は、うん、ちょっといいわ、うん、明日歩く？明日歩く？うん、6時、うん、掃除が8時ってことはちょっと短距離コース、うん、普通でいいの間に合う。あ、7時に帰ってくるもんね、うん、これちょっと冷凍になってるな。ちょっと溶けるのを待ってる間に。あれ、お父さんビールしか持ってない。これもやっぱこういい肉は、いい肉は次回。これ俺でいいや。いけ。リンチでバーベキューした時のあの明かりが良かったよね。何だ明かり、ランプ、うん、暗くなっても明るかったもんね。うん、嬉しい、バーベキューデビューができた。一人行かないのには行くんじゃない、うん、次、水蔵はいつ？どっかしらも。いいか。次、水蔵はいつ？ん？検査。水蔵？うん、水蔵じゃないよ。水蔵、水蔵。どれ？水、違う違う。お父さんの体、膵臓、膵臓の検査はいつ？今月？うん、わ、えのきまで来たよ。えのきもこう、ま、固まってるから、固まったまま。え、これはじゃがいもまで来たよ。あんたが持ってきたじゃがいも。これ焼ける？柔らかそうだった。もう暗くなる。うん、真ん中には。あ、またたまたでいいがね。焼ける分だ。私はチューハイ持ってきて、一本。どのチューハイって売ってるやつあるの？上に入ってる。おいし。おいし。たまに。えのき。お、雨？違った。あの音。ミシミシ。好きな森に、うん、あ、いるだけ。何？
タニオンの実行買ったんだけど。どうなったの結局。あったよ。あった家に。ないな。え？あ、森に？忘れてたやっぱり。誰か拾ってくれたな。いや、もう買い物箱に入った。おお、そのまま、うん。そのままだと思う。ありましたよ、お家。いい感じ、美味しそうに見える。ほら、蚊もいないし、いいんじゃない。ちょうどやっぱり冬のキャンプも流行ってる。ちょっと寒い、はい、3時ぐらいでいいね。10月ぐらいまでかもね。ちょっと3時ぐらいに始めたらいいんじゃない。今日遅くなったからね。どこ寄ったと思って。ん、どこに寄ったと思って。ユリン家に行ってイオンでちょっとブラブラしてて。もう邪魔なくていい。ある、ある、いいよ。そこ鍵してないよね。あ、鍵した。あ、開けとこ。取れるようにしてた。それでいいの。どう入ってますか。もうないの。中ハイじゃなくて焼酎ハイボール。それは止めようが、全然いいと思う。何？空感じよう。それ、うん、セセリ。セセリ美味しいでしょ。すごい。これなんかちょうどいいんだけど。うん、イール拾ってきたね。うん、野菜追加、じゃがいも、えのきだけ、ニンニク。ニンニクのどっか入ってるとかね。まあ、マジでどこがいるだけは書いてって入ってるからね。ニンニク、あった。ニンニク。ニンニク。ニンニク焼く。明日は何もないもんね。明日何もないね、私。ニンニク食べてスタミナつけよう。今日とのりパパ、今日楽しかったですか。うん、1ヶ月に一遍で、ね、2ヶ月、2ヶ月に一遍。冬はね、夏は1ヶ月に一遍ね。今日初めて家の庭でバーベキューに挑戦したんですけど、まあ、普段近くにいる父や母とゆっくり話したりすることってなかなかないんですけど、今日は自分の身近なことを父親に話せたりしたので良かったと思います。ちょっとこのバーベキュー、自分でもバーベキューやっていけるなって自信がついたので、これから続けていきたいと思います。Come on.